校サッカーが最も熱くなる季節、年末年始に開催される全国高校サッカー選手権大会、高校サッカー界の頂点を決める、いわばサッカーの甲子園。全国への切符をかけ福岡県大会の決勝まで勝ち上がってきたのはこの2校。今年で12年連続の決勝進出、かつては史上初の高校三冠を成し遂げるなど全国に名をとどろかす名門、赤い彗星の異名を持つ東福岡。対するのは過去14回の選手権出場、創部以来掲げるつなぎの攻撃的スタイルで九州の高校サッカー界をリードする東海大福岡。どちらも伝統ある名門校ながら、両校による決勝戦はなんと15大会ぶり。東福岡の目標は94回以来4度目の全国制覇。その実現のため平岡新監督のもとチームを強化してきました。そんな東のベースになるのはサイド攻撃。実際にその得点の多くがサイドへの展開を経由しており、赤い彗星と呼ばれるゆえんでもあります。一方対する東海大福岡高校は、選手権福岡大会8連覇の実績を誇りながらも、ここ12年間は全国への切符がつかめず悔しい思いをしてきました。しかし今年はインターハイ福岡県予選で2位になるなど実力十分。その大きな原動力となったのが、今年からチームの指揮を執る伊藤監督です。目標を、はい、日本一ということを掲げてトレーニングしようということで、なるほど。この意識はもちろん選手にも浸透しており、今年の目標は日本一です。日本一です。日本一。口を揃えて日本一という目標を掲げます。そんな東海大福岡のサッカーといえば、つなぎと崩しの、はい、攻撃的サッカー極めていきたいと思って、今もサッカーしてます、はい、つなぎと崩しの超攻撃的サッカーを実現する鍵となるのが、機械のように精密なパス。このプレースタイルこそが華麗なる猛虎と呼ばれるゆえんなんです。サイド攻撃を得意とする東福岡に対し、チーム全員が流動性のある動きで超攻撃的パスサッカーを展開する東海大福岡。異なるプレースタイルにも注目です。そんな特徴ある攻撃を展開する両校のキーマンとして挙がるのが、大谷君。あ、大谷さんですね。まあ、簡単に言ったら機械みたいな感じですね。どういうことですか？サッカーマシーンってことですか？これまで多くの選手を見てきた平岡監督の目から見ても、大谷さんのポジション取りとテクニックは正確無比そのもの。チームに欠かせない重要な存在となっている大谷さん。強豪東において2年生からレギュラーで活躍するほどの実力者です。まずは県優勝して、そこから日本一取れるように頑張っていきたいと思います。自信ありますか？あります。対する東海大福岡のキーマンは、どういうプレーが好きなの？本当は守備とか、うん、こう球際の部分とかで戦うような選手なんですけど、うん、中盤になったらなんか点取りたいなって気持ちが出てきて、うん、守備的ミッドフィルダーの永田拓人さん。守備がメインのポジションながら、リーグ戦でも8得点を決めている得点力のある選手。そして東海大福岡のキーマンはもう一人、センターバックの長谷川くん。長谷川くん、中学校の頃試合出てないんですよ。中学校でレギュラーじゃなかったの？そうです。1年生からグッド力されて、うん、今レギュラーなんですよ。ディフェンダーの長谷川陸さん。控え選手だった中学時代から努力でレギュラーをつかみ取った努力家。ジャンプ力を生かした高い打点のヘディングで得点を重ねるなど、目覚ましい成長を見せています。どちらも1年目の監督による新体制対決となった今回の決勝戦。東福岡の3年ぶりの悲願となるのか、はたまた東海大福岡の
12年ぶりの悲願となるのか。その戦いに大注目です。決勝戦の2日前、本番に向けて最終調整を行っていたのは東海大福岡の選手たち。1年の集大成ともいえる試合を前に監督に話を伺うと、あの黄色い服と赤い服でこうスタジアム埋め尽くされるとか、そういったことの伝統はあの本当に感じているところなんですけども、東だっていう感じよりはうちの長所が一番出るような形に持ち込むことを考えたいなと。決勝に出れたということで終わるんじゃなくて、まあ、本当にもうその先の日本一を目指して、自分たちが得意とするいつも通りのサッカーを。しかし選手たちには東福岡との対戦に特別な思いが。東のキャプテンの柴田君は中学校のチームが一緒で、そこは意識してます。6番の大谷、国体で自分が一緒にやってやっぱ上手かったんで、中学同じチームだった神当たり十一と、あの中盤の大谷圭司、それが次的なんで楽しみがあります。高いレベルでプレーする両校には中学まで一緒にプレーしていた元チームメイトたちが多くいるんです。そんな選手たちにとっては、かつての戦友たちと最高の舞台で激突する特別な意味を持つ試合でもあるようです。そしてそんなチームをこれまで後押ししてくれたのが、ベンチ入りを逃したサッカー部員を含む総勢100人を超える応援団の存在。吹奏楽部やチアリーディングも交えた大所帯をまとめるのはサッカー部の2年生大津さんです。今年6月、右膝の前十字靭帯断裂でチームを離脱した大津さんは、なんとかチームの助けになりたいと自ら応援団長に志願したんだそうです。決勝行って応援団も盛り上がってる。そうですね、今までとは違う盛り上がりがあります。自分たちは見たことない舞台なんで楽しみです。声が枯れるまで大声を張り上げチームを鼓舞する重要な存在。その中にはこれまで全国の舞台を目指しメンバーたちと苦楽を共にしてきた3年生たちの姿もありました。自分も、試合に出たいっていうのはあったんですけど、もう応援に専念してもう必ず日本一取りたいと思ってます。やっぱり十何年ぶりに決勝行ったからこそ、やっぱりメンバー入ったみんなにやっぱり頑張ってほしいし、全員で日本一の切符を取りに行きたいなと思ってます。ピッチに立つことができるのはたった11人のみ。しかしサッカー部、そして応援する人たちみんなが共に戦います。福岡県代表が決まる運命の1日、果たして全国の切符をつかむのは東福岡か、それとも東海大福岡か。ついに運命の一戦が始まります。序盤は両チームとも拮抗した入りとなり、なかなかチャンスを作り出せません。そんな中、最初に決定機を迎えたのは東福岡。大谷のコーナーキックから飛び込んできたのは大坪。しかし惜しくもキーパーの正面。続く10分、キーパーのロングキックからまたしても東にチャンスが生まれます。ディフェンスがクリアミスしたボールを塩崎。しかしここはキーパー中村が好判断でピンチを防ぎます。さらに18分にはクロスからのこぼれ球をダイレクトボレー。惜しくもクロスバー直撃となるも東の攻撃が続きます。対する東海も反撃、ペナルティーエリア手前からゴールを狙いますが、これは東のゴールキーパー後藤のファインセーブ。ゴールを許しません。
前半は両者とも高い集中力を保って0対0、決勝にふさわしいハイレベルな戦いに。スコアが動いたのは後半15分、伊波がゴール左隅に狙いすましたシュート。東福岡に待望の先制点が生まれます。何とか追いつきたい東海も後半31分、セットプレーのチャンスを迎えます。ゴール前のクロスに反応したのはチームのキーマン長谷川。こぼれたところを詰めますが、東の堅い守備を前にゴールを割ることができません。そして後半アディショナルタイム、東大谷が前線へ放り込んだボールに反応したのは途中出場の2年生山口。倒れ込みながらゴールに流し込み追加点。残り時間はあとわずか、あと少し手を伸ばせば届く全国への切符。スタジアムからも11人のメンバーたちを信じ最後まで声援を送りますが、伝統校同士の戦いにふさわしい激闘となった決勝戦。福岡全122校の頂点に立ったのは東福岡高校でした。東海さん厳しかったですね。はい、やっぱり仕事させてくれなかったんで、ここ選手権入ってずっとコンビネーションやった部分が、まあ、うまく生きて得点に結びついたかなというふうに感じました。3年ぶり本大会としてはやられますけれども、緊張しっかり緊張感を持ちながらやっていきたいですね。また新しい東福岡作りたいと思いますので、はい、もちろん全国制覇を本気で狙いに行きます。まあ、全国大会に自分たちは一回も出たことないですし、まあ、経験というものはもしかしたらないかもしれないですけど、東福岡のスタッフは本当に大きな経験があるので、スタッフ信じてチームメイト信じて本当に死ぬ気で一戦一戦戦っていきたいと思います。前節試合終了間際の岩崎のゴールで劇的な勝利を手にしたアビスパ。長谷部大成も残すことあと3試合という中、この時点の順位は9位。チームの目標6位以上に向けて勢いそのままに連勝なるか。アウェーに乗り込んだ9位アビスパは勝ち点差わずかに8位セレッソ大阪との一戦。まずは前半6分、今野から前茂美とつながり、金森がこの位置からシュート。前節ゴールを決めた博多のプリンスがこの日も積極的にゴールを狙います。前半39分、アビスパのゴール前に入ったクロスに対し
ゴールキーパー長石とセレッソのルーカス・フェルナンデスが激しく衝突。このプレーで長石は負傷交代。4戦連続無失点記録の立役者でもあった守護神不在に動揺が走ります。なんとか長石に勝利を報告したいアビスパは後半4分、今野からのクロスにウェリントンが合わせますが、これは枠の上。空中戦勝利数でリーグ2位を誇るアビスパの大砲が自慢のヘディングでゴールに迫ります。後半26分にはセレッソの素早い攻撃からピンチを迎えますが、ここは途中出場の村神様が左足1本でファインセーブ。長石がいなくともアビスパにはこの男がいます。その4分後には宮のクロスから再びウェリントン。自慢のフィジカルで競り勝ったものの、ここもわずかに枠の外。この日もゴールが遠いアビスパ。すると後半36分、左サイドから上がったクロスのこぼれ球をセレスト田中が持ち込みシュート。均衡を破る値千金のゴールが決まり、これが決勝点に。最後までゴールが奪えなかったアビスパ、連勝ならず6試合ぶりの黒星となりました。まあ一番は長石の状態が大変心配です。まあ 0-0 の状態で最後1点取って勝てるような、そういうゲームになりそうだったし、攻撃のところで少し自分たちがトライしているところが出かけたのもあったので、まあクロス1回がドンピシャで合えば点数取れそうだったし、まあその辺はトライしていることをもう一度まあ見直しながら、継続しながら、まあやり続ける、残り2試合でそういう場面が出たらいいなと、それで思ってます。以上です。現在の順位表です。チームとして目標にしていた6位以上の可能性はなくなりましたが、長谷部体制の残り2試合で一つでもランクアップを目指します。この試合の情熱ポイント、村上選手の試合の入り方です。長石選手が大きく、ね、飛び出したところを接触があって、まあ、そして試合続行不可能という状況になりました。ここでこれゴールキーパーってやっぱり特殊なポジションだと、やっぱ村上選手はアップを、ね、してなかったんですね。全くしてない中で、まあ、体的にもそうですし、あとはやはりこう、ね、試合の流れをこうやはりこう掴んで入るというのがゴールキーパーは特に難しい、ね、ポジションだと思います。その中で村上選手はやはりこうその冷静さと判断力と、まあ、そして、ね、体もやはりねアップはしてないんですけども、やっぱりそれをねこううまく活かしながら、やっぱり素早い反応で何度も何度もこうね、まあスーパーセーブをね連発するという、まあこの辺のやっぱりね技術の高さというのはすごいなと思います。でアビスパはやっぱり長石選手そして村上選手、この両ゴールキーパーのレベルが非常に高いので、どっちが出てもやはりねいい活躍ができる、これがねアビスパの一つの武器だと思います。前節勝利目前での失点でまさかのドロー決着。リーグ終盤戦で4試合勝利から遠ざかっているギラバンツ。しかし未だ勝ち点3の中に6チームがひしめくなど、 J2 昇格へ可能性を残す状況に変わりはない。今シーズン残り3試合、ここからは勝利あるのみ。アウェーに乗り込んだ9位ギラバンツは15位サヌキとの一戦。試合開始早々チャンスを得たのはギラバンツ。藤原のフリーキックからこぼれたところを工藤。藤原工藤の世代別日本代表ホットラインのゴールで幸先よく先制します。さらに26分、相手ボールをインターセプトした高吉からフリーでボールを受けた高寸人がこの位置からミドルシュート。
ギラバンツのフィジカルモンスターが昨シーズンを上回る今シーズン5ゴール目、貴重な追加点をもたらします。後半39分にはコーナーキックから失点し、さぬきに1点差に詰め寄られますが、リードをなんとか守りきったギラバンツ、5試合ぶりの勝利で昇格プレーオフへ望みをつなぐ貴重な勝ち点3を手にしました。J3 の順位表です。ギラバンツは8位に浮上し、昇格プレーオフ圏内まで勝ち点わずか1、残り2試合勝利あるのみです。それでは讃岐戦の2点目のシーンを情熱プレイバック。やっぱりこれね、本当にギラらしいね、僕は得点だなと思いました。やっぱハイプレスをかける、そして相手のミスを誘う、縦パスに対してやはり奪った、その後に素早くやっぱりね縦パスを送った、コースジー選手もやはりこうねコントロールしてからやっぱりこう前にスペースがあるので、一気にやっぱりターンをしてスピードアップをしたんですね。まあ、そしてドリブルをしてシュートを行くんですけども、もう一つポイントがあって、永井選手がディフェンスのねこう裏に少しね斜めに走り出すんですね。それによってやはりこうディフェンスがやはりこう永井選手に少し引っ張られたということで、コースジー選手のこうプレスに行くタイミングが少し遅れたんですね。本当にギラの連携と、まあ、そしてやっぱりこう周りの動き出しで、さらにコースジー選手のやはりテクニックの素晴らしいゴールだったと思います。